小さいブース、小さいブース、小さいブース、見つけた。上松浩二の美の説教部屋へようこそ。美の説教部屋では毎回ボーチェストの小さいおぶしちゃんたちをお迎えしてお説教しちゃいます。さあ、今回の美の説教部屋、お越しいただいたのは、名前が土井恵理子です。今日のヘアメイクのポイントはどんなところでしょうか？はい、メイクは目元に重点を置いて垂れ目に見えるようにしています。いや、垂れ目にしてどんな風に見えたいの？可愛らしい女の子らしい感じの柔らかい雰囲気にしたいです。いくつだっけ？31です。いくつだっけ？31です。まあ、ちょっとね、欲張りよね、はい、欲張り。ずっと可愛かったわけでしょ、今まで。だといいんですけど。10代、20代の頃。はい、でもまだ30代になってもなお可愛く見られたい。はい、まあ、欲張りな土井さん。はい、こんな土井さん、美のジャッジのお時間です。土井さんの今日のメイクはズバリ、夕方から活動するじめっとしたエロ顔、まあ、こんなところでしょうかね。意外と可愛いっていう方向が、はい、違ってるんですよ。可愛くないって言ってるんじゃなくて、可愛いんですよ。もちろん可愛いんですけど、なんかどことなくね、昼間じゃないね、夕方日が暮れる頃から活動し始める感じがする。分かった、お顔に血色感がないのかもしれない。なんか元気な感じがしないんですよね。あ、まあ、そんなことで今日もお姉さんたち来てるので助けてもらいましょう。変身のお部屋に連行したいと思います。ミラクルくるくる。はい、仕上がりました。変身お疲れ様でした。どうでした？あの、すごく変わって、こうメイクに奥行きが出た感じが、もう今までとは全然違うなと思って驚きました。血色が良くなったっていうか、健康的になったっていうか、すごくこう朝なお顔になりましたね。でも垂れ目メイクこだわってて、今垂れ目というよりはスッとこうイオンな風の雰囲気ですけど、はい、垂れ目にこだわってたけど、もうそれは大丈夫？垂れ目よりこうやっぱりアイシャドウを使う、生ぶたにもこうアイシャドウを使うっていうのがすごくいいんだなと。さっきまでは顔の中で目以上みたいなね、こう火星人的なこう目だけの印象が強かったんですけど、すごくお顔の中でのこの大きな目がこうバランスが取れたというかね、すごくこう馴染んで、本当にあの、そうですね、毎朝電車のホームで同じ時間に出くわす綺麗なお姉さんっていうね、そんな風になりましたよね。よかったです、うん、詳しくはボーチェ4月号を見てチェックしてくださいね。それではバイバイ。